どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左手に書いてます。奈良に来てます。奈良県立医科大学という、学校にお邪魔しておりまして、今日はあの学生向けにトークイベントをするということで、未来のお医者さん、看護師さんたちに向けて、話せることを、まあ、昨日ずっと考えてたんですけど、はい、あのようやく朝気づいて、はい、あのないというのを気づき、まあ、エレンから学ぶ社会人になっていく人に向けたメッセージとか、そういった、なるほど、ブラックジャックによろしくを読んだらいいんじゃないエレンも読んでブラックジャックによろしく、そうですね、はい、合わせてあの社会人つらつら物語シリーズを読んだらいいんじゃないかなと思います。意味があるかどうかはちょっと分かんないんだけど、とりあえず僕はあのその学生からの依頼を基本受けるっていうふうに、ん、あの公言してますので、まあ、スケジュールさえ合えばあの割と、あと交通費だけ出してくれれば割とどこでも行くんで、まあ、興味ある方はぜひ。ジャンプラの連載終わってから結構トークイベントが立て続けにあって、この前はあのヤプリっていう会社の結構でかいなんかカンファレンスみたいな行きましたね。まあとりあえず今日の動画ではその、まあ、学生向けにそういうことをやってるよっていうのを一応お伝えしたいな。まあ、あの左引きのエレンは社会人になってから読んだ方が多分分かる部分は多いとは思うんですけど、まあ、エレンに限らずね、僕の漫画結構仕事漫画が多いんで、割とその社会人向けに書いてはいるんだけど、でもなんかこう社会に出る準備をしてる学生向けとかになんかそのちょっと接点が持てればいいなと思ってるんで、まあ、ウィンウィンということで、もしご依頼ある場合は、まあ、スケジュールさえあればという感じでやってますというのをお伝えしようと思って、まあ、ちょっとトークイベントの内容を撮影していいかちょっと後で聞くんで分かんないですけど、あのもし撮れなかったらこの動画ここで終わりますよろしくお願いします。はい、まずですね、カピさんのご紹介の方からこちらでさせていただこうと思います。前のスライドの方ですね、今回のトークショーで使っていきますので、1点目ですね、こちらです。才能の正体ということで、こちらがあの高一が、これ病んでる時の高一だと思うんですけどもこれ闇市の時の時代かなと思うんですけれども、実際中に登場する人物の、まあ、書いた作品の中に才能とは集中力の質であるという言及がございます。で、こちらはその執筆された本、作中のキャラクターが執筆された本の内容なんですけど、まあ、集中の深さ、長さ、速さ、その3つの掛け算の集中力の質で、それが実質はまあ才能の正体につながってくるという内容の理論になっています。で、まあ、深さだったりすると、まあ、前になっているような集中力の強度、まあ、周りの声が聞こえないだったりとか、どれぐらい時間が続くという長さだったりとか、まあ、集中に入るまでの瞬発力だったりとか、まあ、この3つですね、が、まあ、その集中力の質の内訳になるっていうお話で、これはすごい僕初めて読んだ時にすごいこう、まあ、感銘を受けたっていうとすごい大げさな言い方になるんですけど、こう言語化をされてみるとすごい考えやすいなと思ったんですけど、こういう、こう理論だったりにたどり着かれるまでの経緯とかってお聞きしてもいいですか？ずっとなんかそのものづくりとは何かとか、その実際ものづくることよりもむしろそっちの考える時間の方が長かったかもしれないぐらいずっと考えてて、だからいい作品と悪い作品は何が違うのかとか、なんかで才能がある人とない人は何が違うのかとか、そういうことをずっと考えて、なんかまあ、いろんな持論があったんですよね。なんかこうなんじゃないかっていうのが、もしかしたらこうかもしれないっていうのがたくさんあったんだけど、それをなんか別にクラスメートに話してもしょうがないじゃないですか、はい、才能って集中力の質だと思うんだよねとか、クラスメートが言い出したらなんかほーみたいな、だからずっとそれを表に出せなかったんですけど、はい、漫画の中だったらなんか書いてもいいだろうと思って、はい、そういうのを書き入れ始めたって、ね、はい、そしたらなんかその入れた内容がすごいなんか刺さって、こういうなんかそれこそこのシーンをきっかけになんか割と知ってもらえるとかもあったし、
なんかフィクションって分かんない人がたまにいるんで。大学名も実在する名前をそのまま。そうですね、そこに関してはなんかサニートライ、サントリーをサニートライとするとかは別に良かったんですけど、はい、数がないし、漫画の読者でほとんど美大のこと知らないと思うから、そこで嘘つくのはなんか美大のためにならないと思って、はい、そこはちゃんと名前出したくて、だからむさび、たまび、芸大っていうのはちゃんと出したかったっていう、まあ、知ってほしくて出したっていう感じですね。はい、それでもこの理論だけでこう他の人が記事書いてらっしゃったりするのもすごい目にするので、そうですね、はい、すごい影響力があった内容なのかなとは、うん、はい、思います。これのこう、まあ、発展した話というか、その、まあ、作中でいうとこれを執筆された方の教え子がこの理論を発展させるっていう展開があるんですけれども、こちら第2部にあるのでまた興味ある方はぜひ読んでいただけたらと思うんですけれども、で次ですね、こちらも僕の中ではすごい面白い話だなと思ったものになります。4種類の人材という話で、こちらの左にすごい形相している人が映っていると思うんですけど、ですね、こちらが柳はじめという、まあ、めちゃめちゃ S のデザイナーみたいな紹介で大丈夫ですかね。はい、そうですねが、主人公に、まあ、説明をするシーンがありまして、まあ、サラリーマンに4種類の人材が、まあ、人間の種類があるということで、こう、まあ、2軸で評価をしていくわけですね。買いの軸、聞かないっていう軸と、まあ、有能か無能かっていう、まあ、極端な話にはなってくるんですけど、まあ、この2軸で考えて、まあ、4つですね。買いが聞かない有能、買いが聞く有能、買いが聞かない無能、買いが聞く無能っていうことで、こう、ここでこの柳さんが質問を投げかけておられます。まあ、この中で会社に一番必要な人材は、俺はめちゃめちゃ関西人なんでめちゃめちゃ関西弁を喋りはるんですけど、こちらに関しても先ほど、まあ、その才能の正体のところでおっしゃってたみたいに、結構こう日常から考えられてたことの言語化っていう感じですかね。だから結局なんかその僕がいた会社もその優秀な人で辞めていくっていうのがあって、はい、それがまあジレンマですよね。そのなんか辞めるのがそのゴールみたいになってて、残ってる人が、まあ、所詮はその別の場所で活躍できない人なんだっていう見られ方をなんとなくしちゃうところもあって、でもそれって会社としてどうなのと思ってたんで、でも一方でなんかその本当に優秀なのにあえてここに残り続けてる人とかもいて、その人は、替えが利かない無能だと。僕の直属の上司がそのさっきの図で言うとその R2D2 じゃなくてなんだっけこれ忘れちゃった、なんか R2D2 のじゃない方、うん、あ C3PO か、うん、はい、みたいな、なんかそのすごい変わってるけど何なんだろうこの人みたいな、なんか窓際の人みたいな感じだったんだけど、はい、その人がね、あの僕が入社してる頃にはもうあのクリエイティブの裏番長みたいな、なんかその威張ってるとかじゃなくて、そのだからそれこそその劇中に出てくるその神谷雄介みたいなデザイナーとか、うん、柳はじめみたいなクリエイターがあのうちの会社で唯一尊敬してるのがその人って言ってるぐらいの人になってて、はい、あのでもその役職とかは別に高くないし、あのパッと見本当になんかあのただのおじさんなんだけど、凄まじいアイデアを出すっていう人が俺の上司だったんですよ、はい、だからなんかその優秀さって何なんだろうなっていうのをずっと考えてて、だからさっき挙げたようなその神谷雄介みたいな人とか柳はじめみたいな人はみんな辞めるんですよ、はい、結局そのもっと上の会社行ったり独立して会社作ったりしてて、はい、だからその人たちだけを、その人たちを目指させたらダメじゃんって思ったんですよね、はい、会社的に。だけどみんなその、そっちの人たちの方が目立つから、みんな憧れる、若い子が憧れるのはそっちなんです、はい、神谷さんになりたい、柳さんになりたいって言ってんだけど、その、でも C3P を目指す人がいてもいいのになとか、なんかそういうふうにずっと思ってて、この理論を考えてたって感じですね。だから自分はこれの中どうなんだろうなと思った時にやっぱり3番だったんですよね。その人に一番可愛がられてたっていうのもあって、なんかその
でも俺はずっと一番になりたかった。スターになって転職してやると思ったら、はい、むしろ別に会社になんか残りたくないって言って、はい、電通に行きたいってずっと思ってたんだけど、はい、なんかいや君はどう考えてもなんかその広告業界じゃないよって言われて、はい、それであの自分が3番って気づいたんです。だ割と実体験も入ってる図ですね。あ、そうなんです。実際この僕が呼んだ時にこの柳さんの質問を受けて、僕も結構一番になりたい側の人間だったので、うん、やっぱりまあ一番こう数で言ったら憧れの人が多いのは一番になるのかなと思ってるんですけど、うん、こうそうですね、それでこう3番になる、まあ、なれると言ったらあれなのかもしれないですけど、その可能性に目をつむってしまうこともあるのかなとすごい思わされた回でした、この回は。そうですね、だからあのあくまでその柳っていうキャラクターが語るこの四元論だから、はい、その偏ってるんだけど、だ わざとそのここで3番にはほぼ触れてないんですよね。その、あ、そうですね、だ柳は3番をが見えてない人間なんです。あ、だからそこが柳らしくて面白いなと思ってますけど、だから実はこのこれが第1部の割と前半の方の話なんだけど、はい、第2部のでまたこの四元論出てきて、はい、第2部の方はその丸さんの話なんですよね。お釈迦先生ですよね。あ、そうそうそう、そう、なんかその、うん、だから見る人によってこの理論の使い方が変わってくるっていうのもなんか面白いなと。やっぱそうやってなんかその自分の考えを押し付けるための理論だとつまんなくて、はい、そのさっきの集中力の質の話も、なんか分かりやすく、だからすぐ集中できて、しかもすごく深いみたいな。っていうと優秀みたいな、はい、でもなんか俺ちょっとしか集中できないし、集中するのも時間かかるしみたいな、それって無能じゃんみたいな感じに見えるかもしれないけど、はい、あの劇中ではそのどっちが優秀とかを一切言ってなくて、はい、そのあくまでそういう系統分けであるっていうのを言ってるのは、そのなんかのこっちの方がいいっていうのを言うための理論じゃなくて、あくまで物差しとしてこう出してて、これも物差しとして4つの、あの、まあ、マトリックスを出してるっていうイメージだから、そのそこが結構重要なのかなと思って、なんかそこをなんかどっかの何かの考え方に誘導しようとすると結構簡単にできちゃうから、その読者を洗脳できちゃうんですよね、はい、この四元論自体はフェアなんだけど、柳さんはこうやって考えてるっていうのがまあ面白いなと思ってます。柳さんはこう、まあ、兵隊を育てるみたいな考え方が染みついてる。そうですね、はい、こちらですね、一番の一巻の1ページ目にも書いているところで、天才になれなかったすべての聞こえというところで、すごいこれも好きなキャッチコピーというか、P なんですけれども、こう実際、いろいろな職業を経験されているパッピーさんから見て、まあ、こういわゆる、まあ、先ほどまあ才能のお話とかもあったと思うんですけど、まあ、それを踏まえた上でだったりとかで、こう、まあ、この人は天才って呼ぶに値するなだったりとか、天才って呼ばれる人は、こういう共通点があるなみたいなのってあったりはしますか？そうですね、共通点か、でも葛藤してないっていうのはもしかしたらあるのかもしれないなと思って、そのもう葛藤が終わってるっていうか、はい、決まってるっていうのが天才の共通点なのかもなと思って、っていうのもなんかそのさっきその、まあ、話にも出たその神谷さんたちみたいに、そのもうどん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 ステップアップして、要はその目立っていく、はい、スターになっていくっていうタイプの天才もいるし、一方でなんかそのもう知る人ぞ知るみたいなのがどんどん専門的になっていく、はい、だからそのさっき言った僕の上司はあのすごいなんかね、博士とか教授っぽいキャラクターだったんですよ、はい、だからそのパッと見みんながチヤホヤして憧れるような感じじゃないんだけど、まあ、誰よりも優秀みたいな、だそういうふうになんかそのなんか自分のその専門性をその深めていくタイプもいる。で一方でその、まあ、僕みたいにそのなんかどんどん自由な働き方をしていくというか、そのなんか別に世の中的にその偉くなってるわけでもないし、そのなんか
教授みたいにストイックになってるわけじゃないんだけど、どんどん自由になってやりたい仕事だけやれるようになっていくっていう、なんかそういうタイプもいるって考えると、みんなそれぞれその悩んでないんですよ。まあその細かい悩みとか、そのもっと良くするための悩みとかはもちろんあるだろうけど、なんか俺はこのままでいいのだろうかみたいな悩みからは解放されてると思ってて、なんかそれが多分その才能をフルで使えてる人の条件なのかなと思ってて、はい、その使い方はそれぞれみんな違うんだけど、共通点としてはなんかその居酒屋で愚痴らないというか、なんかそのいや俺転職しよっかなみたいなことをうだうだ愚痴ってる人ではない。なんかその天才になれなかった全ての人へっていうメッセージからこの漫画始まりますが、はい、なんかその結局それまあなんかそのまだ葛藤中の人に向けた話なんですよね、はい、だから今葛藤してて答えが見つかってなくて、だからあの多分ね答えを見つけて達観してる人、それよりも今悩んでる人の方が読んでほしい。好きなキャラクターとかでね大体わかるんですけどね、あの有名なあの肩書きなんて言ったらいいんだろう、あの落合陽一さんっているじゃないですか、はい、落合陽一さんはあの柳が好きって言って、はい、まあそりゃそうでしょうという感じだし、みんなそれぞれ多分どういうルートで悩んできたかによって好きなキャラは違うんだけど、多分ねそういう人たち、そのいわゆるその天才って呼ばれてる人たちでもこの漫画好きって言ってくれてる理由は、あの一回そこを通ってるからだと思うんですよね。今はなんかそのないかもしれないけど、細かい悩みはなんか逆にその本当に今まさに悩んでるど真ん中って人は逆に読めなかったりするんで、その葛藤を描いてるのがそのこの漫画な気がしますね。ああ、なるほど、ありがとうございます。実際この、まあ、エピソードに合わせてですね、この次のページのお話になるんですけれども、この高一が、まあ、学生団体として主催したイベントでこう鼻へし折られて帰ってくるエピソードがあるんですけど、うん、すごい僕このエピソードめちゃめちゃ好きで、うん、こうめちゃめちゃ共感、まあとでちょっともう一個の話、まあ、結構これ僕の話になってしまうんですけど、なんかすごい共感してしまって、一字一句同じようなことを考えてしまうなと思って読んでいたので、なんかまあ分かりますよ、その学生だったらやってる人の気持ちですよね。あ、そうですね学生団体じゃないですけど、まあ、1年間こう実行委員長をやってきた中でもすごい思わされることがあったんで、こう、まあ、トークショーの準備をするにあたってもう一回読み返したんですけど、実際に途中で読むの本当にしんどくなったタイミングが、まあ、ここのエピソードだったり、ここは本当にね、うん、でもやった方がいいと思いますけどね、学生団体とか実行委員とかやるようなタイプの人をやちゃんと やっといた方がいいと思います。ああ、そうですね実際今日で一応僕の仕事は終わりにはなるんですけど、うん、まあ、後悔は別にないです。なんかまあ、うん、やった方がいいよ。しんどかったことを挙げると無限にあるんですけど、うん、でもこう実際例えばいろんな漫画があって好きなキャラ何って言われて主人公を挙げるのってやっぱ一番、まあ、ベタというか、うん、まあ、あまりこうみんな避けたい人が多いと思うんですけど、僕はダントツで高一共感ができちゃうんで、うん、すごい僕は好きなキャラですね。ありがとうございます。なんかその今これを話でちょっと思ったことがあって、はい、その学生団体とか実行委員とか、その学生のうちになんかやんなくてもいい大変なことをやった方がいいかもしれないと思った理由を今思いついたんですけど、はい、社会人になってからの大変さってほぼ自分のせいじゃないんですよ。なんかちょっと微妙な上司と当たっちゃってとか、なんかお客さんがさみたいな、あんまりなんか自分のせいで失敗することももちろんあると思うんだけど、なんかその俺のせいじゃねえのにっていう苦労が多いと思うんですよね、社会人、特に若い頃って。でももう学生の頃のこういう努力って自分が勝手にやってることだし、なんかそのまあ、その中でも自分人間関係とかで俺のせいじゃねえのにとかはたくさんあると思うんだけど、でも自分で飛び込んでやってることだから、そのまあド M なんですよ。自分であの大変なことに突っ込んでるからしょうがねえなっていう
でもなんかその経験があるかないかで、なんかその割となんかの強度が上がるんじゃないかなっていう気もしますね。あ、やっぱ本当にそういうことがないと、社会人、社会に出て先輩のせいでなんか残業しなくしないといけなくなったとか、出てきた瞬間にもう一発で折れるんですよね。ハラスメントですみたいな感じでなったりとか、別にまあハラスメント、本当のハラスメントの時はすぐ言った方がいいんだけど、でもなんかちょっと強度がなさすぎねみたいな子がたまに いるんですよね。そのなんか耐えろとかじゃなくて、そのなんかそのもう無理ですバーンみたいなのが早すぎるっていうか、だからまあなんかその若い頃に苦労しとけみたいなことをなんか言う人は俺もあんま好きじゃなかったんだけど、何言ってんだこのじじいとか思ったけど、そのちょっと多分言葉が足りなくて、はい、その若いから苦労しとけみたいな、そのなんかまだ未熟者なんだからとか、そういう意味じゃなくて、あの全部自分の蒔いた種で苦労した経験があるといいなと思った。あ、人のせいじゃなくて俺のせいで苦労したって思うことがあるとなんか強くなるんじゃないかなっていう気がしました。だから僕も学生団体とかフリーマガジンとか作ってて、こういう経験をまさにして、こういう経験というか、あのこういう思いで、まあ、いたんですけど、まあ、結果的に良かったのかもなっていう思いますね。実行委員長最終日に答えいただいたような気がしてありがとうございます、うん、じゃあちょっと最後のテーマに移りたいと思います。こちらもあの先ほどの才能の正体っていう本を、この作中で書かれた真城学教授っていう人がいるんですけど、この人が、まあ、エレンに対して言う言葉ですね。選ばなかった道を持って泣くんじゃない、胸を張れ創作もまた言葉だ、まあ、僕後半に関しては僕そんなそっち側の人間じゃないので、まあ、どちらかと前半の話かなと思うんですけど、まあ、これすごい読書お越しの方にはすごい申し訳なくて、完全に僕個人的な話になるんですけど、僕いつぐらいですか、半年前いないぐらいにこうカッピーさんにノートに取り上げていただいたことがありまして、多分この前半の文章を Google で叩くとそのノートに多分ほぼ一発で飛ぶと思うんです。あ、そうなんだ。叩いたその記事が多分一番上に出てきたんで、そこまあ泣かないためにで終わるんですけど、うん、まあ、もし興味ある人はそこを読んでいただくと、すごい僕のことが赤裸々に書いてるので、よかったら読んでみてください。で、なんか僕はすごいここのシーンも結構こう読んでて しんどくというか、なんかなんて言うんでしょう、考えさせられるところだったので、すごいこう今僕は医学部にいるわけなんですけど、もともと結構文系に行きたいなって思ったこともあったりとか、うん、でっていうところでこれを、まあ、読んですごい感銘をというか、まあ、心にズンと来たシーンだったんですけど、うん、実際こうカッピーさんも、まあ、広告代理店で働いてらっしゃって、まあ、漫画家っていう、まあ、ちょっと、まあ、方向は似てるのかもしれないんですけど、まあ、職業の柄とは全然違うと、まあ、全然違う、ね、思うんですけど、こうその時の、まあ、心境だったりとか、それを経て思ったこととかがここに現れてたりする感じですか？そうっすね。だから僕もだから本当にまさに行ったり来たりで、はい、小学生の頃はその漫画描いてて、だけどどうせなれねえだろうなと思って、その今でも覚えてんだけど、そのなんかノートに漫画描いてクラスメートに見せたりとかしてたんですけど、はい、ある日そのジャンプを見たら、そのワンピースって漫画が始まって俺ね、本当に第1話読んだ時に、あの漫画描くのやめようと思ったんですよね。ああ、もう終わったみたいな。だその時にもう、ああやめようと思ったのを未だに覚えてるね。あの実家の階段で読んでましたね。あ、そうなんですね。はっきり覚えてる。ワンピースの1話読んでやめようと思ったんです。で、あの特にそこから何かするわけでもなく、その後なんかでも話作るの好きだから、その、はい、なんか漫画の原作者だったらなとか、なんかそのドラマの脚本家とかいいなとか、放送作家とかとか、なんかそういうあの映画とか、なんかそういうなんかそのストーリー考える仕事なんかないのかなっていうふうに思ってた時に、それこそあの文化祭の高校生の時の文化祭でクラス T シャツを作ったんですけど、その時になんかそのたまたまなんかその T シャツを見て、広告代理店のデザイナーとか向いてんじゃないみたいな先生に言われて、それで
調べ始めてみたいな感じだったんで、そこからなんか、あ、デザイナーはいいなみたいな、その漫画家、その売れない漫画家って一番モテなそうだなと思ったからいいなと思って、そのデザイナーだったらそんなに売れてなくてもちょっとかっこいいなとか思ってデザイナーになったんだけど、そこはそこでやっぱ修羅の世界で競争が激しいし、その中でもやっぱその天才かそうじゃない人ってそこでも比べられるから、なんかやっぱデザインの世界にも小田栄一郎がいて、はい、あ、なんかどこ行ってもなんか結局モブだなみたいな思ってて、でも6年7年ずっと広告業界で揉まれて、でさっき言ったように一番冒頭で触れたみたいに、そのたまたま転職して、そのいろんなことを考えて、その新卒で入った会社を離れ転職することに決めるんですけど、だから新しい会社でまた一からキャリアを築いて、まあ、いつか有名なクリエイターになるんだと思って前向きに転職した矢先にあんな漫画描いたもんだからそこでバズって、あの、え、漫画かみたいな、なんかその最初の夢がこうまた浮上してくるんだけど、その時に思ったんですよね、あの、俺漫画家の夢破れたわけじゃないって、はい、なんか試さなかっただけっていうか、試してもいない、だからあのワンピース読んでもう無理だやめようみたいな感じでしたから、別に集英社に落ち込んだわけでもなかったし、そのやめろって言われたわけでもないのに勝手にやめたんですよね。で、思えばそのほとんどの人が勝手にやめてるんですよ。あの甲子園ってなんであんなに感動するかっていうと、あれは諦めざるを得なかった人たちが泣いてるから感動するのであって、その甲子園で負けて泣きながら砂を持って帰るのになぜあんなに心が震えるかっていうと、ほとんどの人があれができなかったからだと思うんですよね。なんか子供の時になりたかった夢とかをいろんなことを書くじゃん、プロ野球選手から、はい、まあ、タレントさんとか、今 YouTuber とかね、分かんないけど、なんかそのいろんな職業を夢見てやってんだけど、あんな感じでグラウンドの真ん中で号泣しながら、これでもう俺の夢は終わりだって、終わったって泣いたことがあるかっていう、なんかそれを思ったんですよ、その漫画がバズった時に。だからね、あれがやりたかったんですよね。そのだから俺漫画家のなりたかった夢を諦めるために漫画家になろうと思った。3年ぐらいやって、はい、やっぱりジャンプじゃ通用しなかったみたいなこと言いたかった。俺はでも頑張って3年間はやったぞみたいな、なんかそれでまたサラリーマンに戻るのかもしれないし、とにかくその本気でやってそれでもなんか勝てなかったっていうふうに言いたかったんですよね。だからやっぱ選ばなかった道を思って泣くのってそのダメだと思うんですよ。その道を選んで失敗しちゃった時に泣けばいいっていうふうに思って、なんかそれを思いながら書いてた漫画だったんで、はい、割と そっち系の話が多い気がします。さっきの話にも通ずるところがあるかなと思うんですけど、その、まあ、まあ僕の、まあ、実行委員長のお話だったりとか、まあ、法一の学生団体、この時の学生団体のお話とかみたいに、こう、やらなくていいことをやってみるとかっていうのも、すごい、それにまた関わってくるのかなとは思ったりはしました。うん、はい、ありがとうございます。動画撮らせながら、写メを撮らせようとして。ありがとうございました。みんな未来のお医者さんか看護師？あ、そうです、看護科の子は2年生で、ありがとうございました。医学科の子は5年生なんで、あの子たちは、あ、僕1年してるんで4年なんですけど、あの子たちは2年後には医者になります。1年看護ですね。1年半後にはもうお医者さんになります。早いっすね。いや、でも本当お疲れ様でした。楽しかったです。全然時間経つのめっちゃ早くて、すごいこう、僕も、なんていうんでしょう、一ファンとしてこんなにいっぱいお話できるなんて、もう思ってもなかった。いえいえ、
人生で一回お会いできたら嬉しいなぐらいの感じだったんで。いやいや、全然普通にその辺にいるんで。むしろこっちがあのなんかどっかで助けてもらうかもしれないので、ね。あ、もう専属になりたいぐらいですね。常にスタンドみたいな感じで横にいて、もう痛いってなったら、パッって。調子に出してる。あ、何か何かな。今は一応その血液鑑定、はいはい、あと奈良以外は一応小児科になるんですけど、今のところはまあ一旦そんな感じで、あの安倍さんに言ったじゃないですか、それはこの病院なんですよ、はい、あ、そうなんですね。搬入されてきたのがこの病院なんですよ。なんでそのそれの日僕普通に大学に行ってたんですけど、すごい、まあ、日常じゃなくてもう全然こう大学に入るのにもう普段全然緩いんですけど、警察に学生証を見せないと大学入れなくて。そりゃそうだよね。ここだったんだ。日本のために必要な学生だと思うんで、ここにいる皆さんは。あの美大生は割とあの、まあ、いた方が面白いかなぐらいのなんかあの世の中のためにあの行ってくれた方がちょっと面白いなっていう。でもここにいる人たちはもうみんなあのガチで必要な学生さんたちなんで、あのお話できて光栄です。ありがとうございます。勉強頑張ろうと思いました。いや、もう本当にあの頑張ってください。あの勉強できる人は勉強頑張ってもらわないと困るんで、僕は勉強できなかったんで、あの頑張ってください。ありがとうございます。救いに行ける。ありがとうございます。